さあ続きまして2つ目の記事はこちらです。個性豊か園児の絵、糸や紙テープで独走、こちらの話題です。結城市結城の私立富士見幼稚園の園児たちの作品展が昨日、結城市国分町の市民情報センターで始まり、魚やタケノコの絵のほか、糸や紙テープを使った個性豊かな作品およそ400点が並んでいます。作品は3歳から5歳の園児70人が半年間に描きました。魚は太っていたり痩せていたり、同じ魚でも様々な姿を見せます。鮎沢園長は人真似ではなく自由に表現してほしいと話し、紙テープを貼り合わせたり、レンコンやオクラを輪切りにした野菜スタンプなど色とりどりの独創的な作品を展示しています。作品展に訪れた筑西市の男性は、のびのび描かれ表現力の豊かさに驚かされたと見入っていました。以上、茨城新聞ピックアップでした。